皆さんこんにちは、カチョクチのジナです。今回は皆さんとシェアしたいのは、日本の素晴らしい世界を変えた発明品です。中には日本人でもこれは日本のものですって知らないものがありますが、実は日本で発明されたものでございます。今日は皆さんに紹介するものは、すべて世界中の皆さんがお世話になっているものになっています。じゃあ早速紹介していきます。じゃあ一番は、世界の皆さんが大好きな日本の絵文字です。ちなみに絵文字はロシア語でも絵文字、英語でも絵文字と言います。もともと絵文字は、天気やビジネスのために作られたらしくて、現在はもう幅広くメッセージのもういろんな方々の、チャットに出てくるシンボルになっています。私は思うには、日本人はとても想像力が強くて、絵とかイメージで考えるのはとても優れている方が多いです。なので絵文字も世界でそこまでたくさんの皆さんの心まで届いたんじゃないかなと思います。じゃあ次です。次は、日本人は多分知らない方が多いと思いますが、水上バイクは日本が発明したものです。もともとオートバイクのメーカー川崎が、作りました。皆さん次は自撮り棒です。実は誰が発明したのか明確ではないんですけど、一番最初に特許を取ったのは日本の会社でした。自撮り棒は、まあ、割と最近流行ってるというイメージがあるかもしれませんが、実は1980年に発明されました。意外と昔ですね。驚きますよね。じゃあ次はカーナビです。カーナビは1981年にホンダによって発売されました。一番最初のカーナビはエレクトロジャイロケーターっていうカーナビでした。次は炊飯器です。炊飯器は1955年に東芝によって発売されました。ロシアでは炊飯器っぽいマルチクッカーというものを使っていて、あれも多分炊飯器から由来してるんかなってずっと思ってました。でも実際はちょっと知りません。次です。次は、日本人も外国人も大好きなカラオケです。世界の初めてのカラオケマシンは1971年に発明されました。今でも世界中の皆さんにどこの国に行ってもとっても人気な技術になっています。次です。次は1984年に発明されたパズルゲーム、スドクです。スドクは世界中にとっても人気なパズルゲームでございます。私も子供の時にパソコンにも入っていましたし、あとはお父さんがパズルゲームが大好きで、よく新聞とかにも入ってましたし、あと雑誌、クロスワードとかの雑誌を買うとそこにも結構数独の問題が入ってましたので、よくやってました。あとは実は数独の世界大会もあるほど人気なパズルゲームでございます。次です。次は中国のイメージがあるなんですが、実は日本で発明されたとってもとってもどこでもある人気な発明品です。それは LED です。次です。次は、それがないと現代の人間たちは生きていけないものです。スマホではなくてノ
ートパソコンです。実は1982年にエプソンに発明されました。一番初めてのノートパソコンはこういう感じでした。今とはだいぶ違いますよね。でもこれも可愛いですね。皆さん、次は食品サンプルです。日本の食品サンプルは本当にすごくて、日本に来る外国人はみんなドンキホーテ行って日本の食品サンプルの形をしたマグネットをお土産で買ってたりします。食品サンプルは20世紀の始まりに作られました。発明者はテーブルの上に置いてあるろうそくの溶けている様子を見て、それにインスピレーションされたらしいです。次は1980年代に発明された 3D プリンターです。 3D プリンターは製造業を中心に幅広く教育、医療、航空、宇宙分野などで幅広く使われています。次は航空母艦です。めちゃくちゃかっこいいんじゃないですか皆さん。1922年に日本の海軍が砲床という母艦を空母の目的で初めて建造しました。次は日本人は発明したものがノーベルっていう文学のジャンルです。日本語で言うと小説かな。世界で一番古い小説は源氏物語です。11世紀に紫式部さんによって書かれました。次です。次は私の初めてのアニメに関係している発明品です。ポケモンです。ロシアでもポケモンというアニメが本当にすごく人気でした。私ちっちゃい時にずっと見てました。ポケモンカードみたいのもありまして、幼稚園のみんながそのポケモンカードをこう交換してたりしてました。最近で言いますとポケモンブーム、ポケモン GO というゲームは世界的にとっても人気ですよね。まあ、あれは本当にアイディアがなかなかすごくて、技術、AR の技術を使って両方オンライン、オフラインでゲームを楽しむっていうのはとても素晴らしいアイディアだと思います。次は世界、特にロシアではとってもとっても人気な日本のものというかなです。柔道。世界で約2800万人が柔道を習っているみたいです。ちなみにロシアの大統領プーチンも柔道を結構昔若い時からやっていました。ロシアでは柔道をやってる人はとっても頭が良くて冷静で強いというイメージがあります。じゃあ次です。インスタントヌードル、インスタントラーメンです。1958年にアンドスポーツという会社で発明されたらしいです。ちなみに初めての味はチキンラーメンだったらしいです。今は宇宙ステーションでも食べれる食として使われています。最後は日本が発明した世界でとってもとっても驚く発明品は新幹線。日本の初めての東海道新幹線は1964年の東京オリンピックの前に開業されて、それをきっかけに世界中で高速鉄道が広がりました。じゃあ皆さん、今回はこんな感じでした。いかがでしたか？びっくりした発明品はありましたか？他にももちろん日本では発明されたものがとってもたくさんあるんですけど、今回はこんな感じにしました。もしどうしてもこんなものこんなことを忘れましたねっていうものがあったら、ぜひコメント欄で書いてください。チャンネル
ル登録、高評価ボタン、いいね、よろしくお願いします。バイバイ。